それでは、美穂寺さん、よろしくお願いいたしますあ。あ、こんにちは。えっと、石田美穂と申します。と美穂寺さんと、あの、周りの方から呼ばれています。今日はワードキャンプにお越しいただきまして、本当にありがとうございます。と最終トラックですので、あの、皆様お疲れのことだと思うので。えっと、だらっと聞いていただけたらと思います。と、スライドは後日に、あの、配布されますので。 あの頑張ってメモを取る必要とかも全くありません本当にリラックスして聞いていただけたらと思いますそれでは始めさせていただきますあのご紹介に預かりました三保地さんと申します とあの基本的にはワードプレスを使ったウェブ制作をやってるんですが、まあ、アフィリエイトをやったり、まあ、ブログの指導をしたりあのウェブ制作にまあマーケティングの視点を取り入れた、えっと、お仕事をしていますでプライベートではあの産児の母で、えっと、妻で主婦で、えっと、大阪在住で今回はワードキャンプ大阪では広報リーダーとしてツイッターの中の人などをさせていただきましたであのこの2年ぐらい私はすごくマーケティングに力を入れていて であの副業でアフィリエイト事業を立ち上げたんですね、それが結構1年で成果を出しまして、法人化させていただいたり、先月はアフィリエイトの最大手の上場企業様で、イベント,ベントでセミナーもさせていただいたりと、数字的にもかなり伸びてきているというのがあります。 まあ、そういった感じで、そのウェブ制作とかフリーランスをしながら。まあ、マーケティングやブログをやっている私が、まあ、お仕事でどんなふうにマーケティングを使っているのか。まあ、自分のそのブログとか、あの日々の生活。